新潟県文化芸術ふれあい提供事業デザインコンサート音楽と音を楽しむ昼下がりにご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、皆様にお願いとご連絡を申し上げます。会場内での出演および飲食、許可のない撮影、録音、録画は禁止されております。固くお断り申し上げます。携帯電話、アラーム付き時計などは、電源をお切りになるか、マナーモードの設定にご協力をお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出演者への制限など、大きな声での声掛けはご遠慮ください。演奏中もマスクの着用、咳エチケットにご配慮ください。まもなく開演となります。お席についてお待ちください。皆様、大変お待たせいたしました。これより開演となります。Thank you.
皆様、こんにちは。たくさん、ビジネスをお話しいただきまして、嬉しく思います。本日、サクラート会館、30周年記念ということで、このようなコンサート、やっていただきまして、私たちも大変嬉しく思います。私たち、バイオリンとマリンバで、演奏しております。バイオリン、佐々木智子です。では、本日は前半、2人で演奏させていただきまして、後半、将来の下田さんと一緒に共演させていただく予定となっております。まず1曲目をお送りいたしましたのは、おなじみ博士太郎さんのゴールデンスタイリングでした。では、2曲目なんですけれども、こちらも、皆様、よくご存知だと思います。中島みゆきさんの、こちら、演奏したいと思います。Thank you.
ここでマリンバのお話を、はい、またさせていただこうかなと思います。マリンバ、今日ちょっと初めて見たわっていう方いらっしゃいますか？あ、でも皆様、結構ですよ。皆様、マリンバ知ってくださって、とても嬉しいです。このマリンバという楽器ですね、叩くところが綺麗にしているので、いわゆるピンのお仲間ですね。はい。で、この木の下に、長いパイプ、この金色のパイプがついていますけれども、ここの中で音が響いて、音が大きく振動しているんですけれども、この楽器ですね、もともとアフリカ生まれでして、アフリカで、もうはるか昔ですね、もう本当に、もう何百年前だと思うんですけれども、もっともっとこんな感じではなくて、原始的で、地面に穴を掘って、そこの上に板を出して、ボンボンボンって響かせていたそうです。その板がこれで穴が掘るんですね。はい。それがこうちょっと持ち運びたいなと、多分人間考えたんじゃないかなと思うんですけども、考えまして、この板の下に響くところに氷炭をつけて、ね、木の枠に氷炭をつけて、この木の板を渡して、こう持って運ぶように、考えられた、なんかアフリカの民族楽器というのがあるんですけれども、それがアメリカに渡りまして、今のこういうマリンバという形になったと言われております。この楽器ですね、もう何百年も前からそのアフリカの民族楽器としてはあったんですけれども、このマリンバというふうに楽器になったのはもう本当最近でして、150年ぐらいと言われています。あちらもバイオリンは何年ぐらいですか？3、400年前ぐらい。そしたらもう、3、400年ぐらいのバイオリンの歴史に比べると、まだまだ若い楽器ですけれども、さらにですね、日本に渡ってきたのがもう本当に70年前と言われてまして、日本ではもうまだまだ、ちょっと珍しい楽器という感じでございます。そしてですね、この木を私こういったバチで叩いてますけども、このバチ、こういったこれ木なんですけれども、こういったもともと何も巻いてないバチに一生懸命こう毛糸を巻きまして、こうちょっといろんな音が出るように工夫しております。こういったちょっといっぱい巻いてあるものや、こういったちょっと小さいの、どうやって使い分けるかというと、こういったちょっと頭がいっぱい大きいものは低音の音を魅力的に聞きます。でこれでちょっと高い音を叩いてみようかなっていうと、あまり音がしないので、そういう時はこうちょっと頭が小さいもので可愛らしい音を鳴らしたりします。そういう感じでもうちょっとバチを使い分けているので、あ、なんかまたバチを買うのはどんな音がするのかしらみたいな感じで楽しんでいただいていいかなと思います。はい、ではここでですね、マリンバでちょっと一曲弾きたいと思います。まだちょっと時間は早いですけれども、耳だけこれこちら演奏したいと思います。
裏は楓の木、表の方は松の一種の木です。そしてこの弓の木は、馬の尻尾を出てきています。たまに切れることもあるんですけども、1本ぐらい切れても全然大丈夫です。それをここの弁4本立て上げるのところ、ここを垂直にまっすぐに引くと思います。左の指で音程を作っているんですけども、指の幅がとても大事になります。それではマリリンとマリンバで私の大好きな指の砂漠を演奏します。皆さん心の中で歌詞を持ってお聴きいただけたらと思います。